山梨県の新しい農業の形、フォーファーミルイニシアチブ。フォーファーミルイニシアチブとは、人間の経済活動によって大気中に放出される二酸化炭素の排出量に対して、世界の土の中の炭素の量を年間 0.4% 増加させれば、二酸化炭素の増加量を相殺できるという考えに基づいた取り組みです。フォーファーミルイニシアチブのファーミルとは、パーセントの10分の1の単位で、フォーファーミルは 0.4% となります。山梨県は果樹王国山梨の特徴を生かして、フォーファーミルイニシアチブの取り組みを行っています。これから3つの取り組みを紹介いたします。1つ目は、果樹の枝を炭やチップにして土の中に溜めることです。桃やブドウなどの植物が光合成により大気中の二酸化炭素を炭素として枝に溜めた後、その枝を炭やチップにして土に溜めることで、土の中の炭素の量を増やします。2つ目は、早生栽培です。桃やブドウなどの畑に生えた雑草を刈って畑に残しておくことで、炭素をとどめておくことができます。3つ目は、堆肥の投入です。桃やブドウなどの畑に堆肥を投入することで、土質の改善のみならず炭素を貯めることができます。このように山梨県では、農業分野で土の中の炭素を増やし、大気中の二酸化炭素の濃度を減らす取り組みを行っています。この取り組みは地球温暖化の抑制につながり、育てられた農産物を食べることでも参加できます。さらに現在世界的な取り組みとなっている SDGs にも関係しています。フォーファーミルイニシアチブの取り組みは、 SDGs の17項目の持続可能な開発目標のうち、作る責任、使う責任、気候変動に具体的な対策を、陸の豊かさも守ろうにつながります。美味しさの先を行く山梨の農業、ストップ温暖化。これがフォーファーミルイニシアチブ、新しい農業と消費の形、おいしい未来へ山梨。